放浪寮の主ボレアス、鋭利な牙と爪を持ちながらここに居座るだけとは。いや、俺は奴を知らないし、奴も俺を知らない。かつての仲間が知りたがっていたから、おのずと詳しくなったんだ。では、アビスの使徒がここにいるのか、確かめに行こう。どこから探せばいいんだ？もしかして、このかがり火と何か関係が？そうだ。その炎に漂っているのが、まさにアビスの呪文。あの教団のことだ。付近に何か残っているはず。周りを探してみろ。